雫じゃねえか。どうも。さて次の人どうぞ。おっと、初めて女の子が挑戦だ。いいぞ、頑張れお嬢ちゃん。怪力坊主、少しは手加減してやれよ。お嬢ちゃん、いくつ？どこから？あれ、釣れないね。よろしくお願いします。あ、こちらこそ。レディーゴー。はい、残念、負けちゃった。よかったねちゃん。ありがとうございました。あ、どういたしまして。残念。誰なのかな、あの子。腕相撲の世界チャンピオンじゃね。ちょっと欲しかったのにな、あのダイヤ。左でやればよかったのに。そうね、なぜ利き腕でやらなかったか。あ、そうか、相手が右手出したから、つい。もう一回挑戦したいな。平然、お前は先に行け。レメちゃん。ギャギャギャ。この部屋中の散乱した死体とその血、肉片および死人の所持品すべてを吸い取れ。ついでに椅子も。これの敵が必ず。あれは掃除しなくてもいいんだよね。別にいいね。お前ら、いるだろう。レメちゃんは毒なら吸えるけど、生き物は吸えないよ。え？一瞬にして鎖が体中に巻きついて。やれやれ、世話焼けるね。今ならまだ行き先がわかる。こりゃまた大勢で。全部生かしておくの？いや。わかった。はい、終わり。これどうする？私も狭いの嫌だな。デメちゃん、お仕事だよ。ギョギョ。ウボウの体の自由を奪ってる。毒を吸い出せ。星雲門壺はこれだ。首から下はバラしても構わねえ。やっぱりそうだ。来週死ぬの私です。マジか。うん、だって2週目までしか占いないもん。あとね、パクノダとシャルナークも死ぬよ。そっか、具現化系はイメージ修行が大変だけど、一度具現化ができてしまえば出し入れ自由だもんね。二つ目の密かの予言はどういう意味なのかな。雫、パクノダ、待ち。こんなに警戒された状況で三人を相手になんて。消します。ほっとけ、目を合わすな。パクたちが来た。でもやっぱり信長派かな。団長にはまだ死んでほしくないし、もちろんパクもだけど。団員同士のまじ切れ禁止。お前、信長派じゃなかったのか。心情的にはね。どういうこと？俺が説明する。また消えた。どんなゲームなのこれ。 NGL にしても東ゴルトーにしても、外に情報がほとんど出ない国でしょ。明らかにここと条件が一緒だわ。ありからすりゃ安心して侵略できるってわけか。
戦一方、動きも早いし手足の数も私の倍。なんとか隙を作らせないと。物体を自由に出したり消したりする力があるだか。なるほど、奥が深いね。オラの粘着糸にもなかなか引っかからねえし。うわ、これ逃げ場ないかも。この糸だけは引きちぎれなかっただ。どうやって抜けてただ。そうか、服を捨てただか。はい、私とデメちゃんの勝ちです。どう違うか証明します。デメちゃん、ギョギョ、あいつの血を一滴残らず吸い。29箇所ほど裂傷による出血を施しました。各部位の位置関係から8本の手足で全箇所を止血するのは現在までに確認している情報では不可能です。お掃除完了。イメチェンか。敵の糸にやられました。